はい、皆さんどうもこんにちは。超初心者のための adobe Illustrator 講座、今回はですね。オブジェクトを反転コピーする方法をご紹介していきます。イラストレーターでは様々なイラストやアイコンを作成することができるんですけど、ここ例で書いてあるようにリボンとかハートとか？ 左右対称であるものを作りたい場合って結構多いです。他にもですね王冠のマークとか人物を正面から見た時の顔とかもそうですけどあの左右対称で片方だけ作ってもう片方はそれを反転コピーさせてしまえばオブジェクトが完成するといったような場あのケースですねかなり多いです。なので水平に反転コピーする方法っていうのはイラストレーター初心者のうちにマスターしておくといいかなと思います。 へ平に反転コピーする方法なんですけど一つだけじゃなくていくつかあるので、えー、再編集が。 簡単な方法とかあるいは操作自体が簡単な方法とかですね色々あるのでいくつかご紹介していきますで、イラストレーターのレベルとしては星1つぐらいですイラストレーターをこれから触ろうかな学び始めようかなと思っている方とかイラストレーターに触れ始めてまだ1ヶ月2ヶ月とかですねそれぐらいの方を対象としたレベル動画となっておりますのであらかじめご了承ください でではですねここから画面をパソコンの画面に切り替えて実際に操作をお見せしながら水平に反転コピーする方法をご紹介していこうと思いますはいではパソコンの画面に切り替わりましたこちらにですねリボンの 半分左半分のオブジェクトを既に作成して用意しておきました。このリボンの左半分をですね、反転コピーさせてリボンを完成するという方法、操作手順を説明していこうと思います。で、反転コピーさせる方法はいくつかあるんですけど、まず最初にほうえ紹介する方法は、バウンディングボックスを操作するという方法です。では早速やっていきます。まずですね、オブジェクトを選択ツールで選択して、コマンド C、えー、Windows パソコンの方は CtrlC ですね。で、コピーして、そのままコマンド a n d v CtrlV で貼り付けます。するとですね、コピーが出てくるんですけど、これを選択します。選択すると、バウンディングボックスと呼ばれる、この四角形と線で囲まれたものが出てきます。で、この左側にカーソルを合わせるとですね、 ちょっと小さくて見えづらいかもしれないですけど、このようにカーソルの形が変わります。左右に矢印方向が出てきます。えこれをクリック・ドラッグするとえこんな風にオブジェクトをね、縮めることができます。ただ、今回ね、別に縮めたいわけじゃなくて反転方向に、えー、したいわけなので、縮めるだけではなくてそのままですね、反対方向に持っていきます。するとですね、反転します。で、あのーまあ、これでいい場合もあるんですけど、え元の オブジェクトととと幅を同じにしたいいいいう場合が多いと思いますその場合どうすればいいかというと元のオブジェクトを選択するとこちらにですね幅が、えー、表示されますこの幅をコピーして、えー、今度こっちに選択を切り替えてでこの幅にコピーをし直すと400ピクセルですかねで、えー、エンター決定 すいません <laughs> ここ今、えー、重王比を維持っていうところにチェックが入ってるのでこれを外した上で、えー、400ピクセルまあ,あのこれ手入力でも別に大丈夫です400ピクセルと打って Enter を押すと、えー、元のオブジェクトと全く同じ幅にすることができますあとはですね、えー、これを選択ツール で位置を整えて、えー、ちょうど反対側に来るようにですね、えー、持ってきてあげればこのようにですねオブジェクトを反転コピーさせることができましたはい、えー、この方法かなり簡単だと思いますあのコントロール C アンド v コピーペーストってあのイラストレーターに限らずもうあらゆるところで使うショートコカットコマンドですしあとはねバウ,ンディングバウンディングボックスをこうやって適当にあの反転させてで必要に応じてあの元のオブジェクトと同じ幅を入力すればいいというだけなので非常に簡単だと思います、まあ、ちょっと手間はありますけどね ワンクリックでできるようなものではないですけど、えー、初心者の方には、えー、結構おすすめかなと思います、えー、以上がですねバウンディングボックスを使った反転コピーの方法でした、えー、そしてですねこれから紹介するのが、えーっとですね、同じ位置に重ねて複製してで、えー、変形の基準位置を設定した上で、えー、水平方向に反転するという方法やり方をご紹介します、えー、同じ 位置に重ねてオブジェクトをコピーするにはまずコントロールあるいはコマンドでプラス C を押してコピーをしてえ次コマンドもしくはコントロールプラス F で、えー、同じ位置に今重ねてコピーされてます。これずらすとあの2個あるってことが分かります。でこの状態で、えー、プロパティパネルをに注目します。ここですね画面右上。まあちょっと見づらいかもしれないのでこっち引っ張ってきてもいいですけど。 えー、このプロパティパネルのですねこの変形って書いてあるところの真下にですね基準点を設定おっとちょっといらんのが出てきたな映 <laughs>、まあ、っちゃダメなものは映、えー、ってないと思いますうん大丈夫ですね別に大丈夫でした <laughs> はい、えー、話がそれましたすいませんこの変形って書いてあるところの真下に基準点を設定っていうのがありますここをあの左のオブジェクトを右に反転させる場合はこの右端にチェックを入れます でえー、ここですね水平方向に反転を選んであげると、えー、基準点をが、えー、右端ですね右端を基準点として、えー、水平方向に反転するので、まあ、結果としてですね、えー、水平方向に反転コピーができるということになります、まあ、ただあのこれあの結果出来上がった結果としては先ほど紹介したバウンディングボックスでやる方法とあの同じにはなりますこうやって 幅を入力ししてて同じ大きさにしてで反転するとこれと出来上がるものは同じなのであのー、どちらの方法がいいとか悪いとかは特にないです。好みとかですね、えー、自分はこっちの方法がやりやすいとかで、えー、使い分けていただいていいかなと思います。 はい、今のがですね基準、変形の基準点を設定して、ここですね、プロパティパネルの水平方向に反転を使うという方法でした。そして3番目に紹介するのが、えー、っと、何でしたっけリフレクトツールを使う方法ですね。はい、です。リフレクトツールというものがイラストレーターにはあるんですけど、それを使ってもですね、水平方向,方向に反転コピーさせることができます。まずですね、リフレクトツール、どこにあるかというとですね、 これですね。これ今回転ツールってなってるんですけど、ここで右クリックを押すと、リフレクトツールというものに切り替えることができます。リフレクトツールに切り替えた上で、Windows パソコンの方は Alt キー Mac パソコンの方はコマンドキー、んコマンドオプションか。<laughs> オプションキーですね。オプションキーを押しながら、クリックを押すとですね、こんな風にリフレクトパネルが出てきます。で、この場合、水平方向に反転。 垂直方向ですね。 こののリフレクトの軸は垂直ですあの水平方向に反転はするんですけど軸はどっちかというと垂直になるのでここは垂直で OK です、まあ。プレビューを見ていただけると分かると思うんですけどねこの形にしたいのでこのリフレクトの軸は垂直で OK です。でここでですね OK を押してしまいたくなるんですけどコピーの方を押すとコピーが出来上がるのであとは選択ツールで位置を調整してあげると水平方向に反転 が完了します。まあ、これもですね出来上がる完成の、えー、完成形としてはこれまでに紹介した方法と同じなので、えー、好みとかですね、えー、私はこの方法がやりやすいとかで使い分けていただいて大丈夫ですで問題はですねここから先ですここから紹介する方法はこれまでにご紹介した方法と違って 反転させたまま編集することが可能左右同時に編集することが可能な方法です今までに紹介した方法はですねあのー、左右同時には、えー、編集できません今2番目に紹介した方法で、えー、反転コピーさせました だけどこれ当然反転コピーはできてるんですけど別々のオブジェクトとしてコピーされてる状態ということになりますなので例えば片方だけこうやってパスを動かしても当然ですけどもう片方が動いてくれるわけではありませんで、えー、でもであの水平反転コピーさせたままオブジェクトを編集したいということもありますよねどっちも消しちゃった <laughs> であのー、どっちも左右同時に 動かしたい、編集したいっていう場合もあると思います。それが可能な方法を今からご紹介します。えー、まず、オブジェクトを選択した状態でアピアランスパネルを呼び出します。ウィンドウメニューからアピアランスですね。 するとこういったパネルが出てくるんですけどアピアランスパネルですね。ここに FX って書いてあって新規効果を追加と出てきます。ここをクリックするといろいろ出てくるんですが、えー、ここで使うのはパスの変形の変形です。ここですね。クリックします。すると、えー、こういったウィンドウが出てくるんですけどここでいじくるのは下の方になります。 今回、水平方向に反転させたいわけなので、ここをですね、水平方向に反転というところにチェックを入れます。で、あの、コピーさせたいわけですよね。なので、コピーを1とします。で、なおかつ、えー、今回左にあるオブジェクトを右側に、えー、移したい、移動させたいわけなので、ここをですね、えー、変形の軸を右端に設定して、えー、OK を押すと、 このようにですねアピアランスとして左右に水平方向に反転コピーを作ることができます。これはあの別々のオブジェクトというわけではなくてあくまでアピアランスとして反転させている状態なので片方をいじくるとそれに合わせてもう片方もですねこんなふうに動きます。これ これによってあの左右のオブジェクトをですね、まあ、正確には右側はオブジェクトというわけではないんですけどあの同時に編集することができるようになるので、えー、左右に反転させた上でさらにちょっとそこからいろいろ大きさとか色とか変えたいなという場合はですねこの,場あの方法が便利かなと思いますで色とかも変えてみると、えー、例えば今赤くしてますけど青くするとですねあれ え選択できてなかったです、ね、青くすると、えー、このようにですねそれに反応するこうするというか対応する、えー、ところの色も同時に変わってくれますはい、えー、でこの状態だと反対に言えば片方だけを編集するということができませんなのでこの、えー、アピアランスをですねあの別々のオブジェクトにするにはオブジェクトメニューから アピアランスを分割っていうところをクリックすると、えー、これまでにご紹介した方法と同じようにですね左右別々のオブジェクトとして分けることができるようになります。はいでは一旦消します。今は今ご紹介した方法はアピアランスを使うという方法でしたけどもう1個ですねあのアピアランスを使わなくても左右のオブジェクトを同時に編集できる方法があるのでそれもご紹介します。 ご紹介しておきます、えー、まず左右反転させる手順なんですけどオブジェクトを選択して、えー、ここですねオブジェクトメニューからリピートのミラーっていうところをクリックしますするとそれだけでもう左右に反転してくれるのですごく便利なので僕はこの方法が一番好きなんですけど、えー、この状態もあのー、アピアランスで増やした反転コピーさせた場合と 似ている状態ですあの別々のオブジェクトが反転コピーされたという状態ではまだありません。なので、こうやって動かすとですねあのあの、その名の通り、ミラーという名前の通り、鏡に映しているような状態になっています。なので、片方をこうやっていじくると、えもう片方も動くというような状態ですね。 で、アピアランスパネルから左右反転させた場合もそうだったんですけど、逆に言うとこの状態ではですね、左右のオブジェクトを別々のオブジェクトとして編集するということができません。片方を小さくすると、この片方も小さくなっちゃいますし、形を変えるとこういう風に、えー、形が変わってしまいます。左右のオブジェクトを分割するにはどうすればいいかというと、アピアランスで反転コピーさせた場合は、オブジェクトメニューのね、アピアランスを分割っていうところでしたけど、今回はあのリピートの えー、ミラーという効果で左右反転させているのでアピアランスを分割ではなくその1個上ここですね分割拡張をクリックして、えー、OK を押すと、えー、左右別々のオブジェクトとしてこんな風にですね切り離したり位置をずらしたり、えー、別々に別、あのー、編集することができます片方の大きさを小さくしたり大きくしたりですねはい以上 オブジェクトを水平方向に反転させる方法のご紹介でしたそれぞれですねあのやり方が微妙に違ったりあの左右反転したまま左右のオブジェクト同時に編集できるできないという違いがあったりするんですけどまあ、その場合に使いあの応じてですねいろいろ使い分けるといいんじゃないかなと思います、まあ、個人的にはあの左右 に反転コピーさせた後それれ以上編集する必要がないののであればあばコピーペーストが一番 <laughs> 早いというか簡単かなという気はします。あのコントロールあるいはコマンド C とコマンド F で同じ位置にコピーして、で、基準点を調整してここですね。で、反転させるという方法がまあ簡単かなと思います。一方、あのー、 反転コピーさせた後でさらにちょっと編集したいっていう場合はアピアランスもしくはミラーツールミラーツールというかあのオブジェクトのリピートのミラーでえー反転水平方向に反転させる必要があるんですけどあのどちらでもいいといえばいいんですけどアピアランスはアピアランスパネルであの簡単に表示非表示にできるというメリットがあったりもします。 一方でミラーはミラーであの鏡にちょうど映してるようなあの扱いやすさ編集のしやすさっていうのがあるのでこちらもどちらがいいとかどちらが悪いとかではなくて、まあ、その場合に応じて使い分けていただくっていうのがやはり適切かなと思います。はいでは以上ですね、えー、オブジェクトを水平方向に反転させるというテーマでお届けしました。 こういったリボンとかハートマークとかですね、えー、いろんなものを作って反転コピーさせて、えー、オリジナルのアイコンとかイラストを作っていくと、えー、楽しいんじゃないかなと思いますではここまで見てくださった皆さん本当にありがとうございました次回もまたよろしくお願いします